どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今回取り上げたい曲はですね、新世代新感覚アーティスト代表格、バウンディさんの踊り子。こちらの曲、行ってみようと思います。このね、踊り子っていう曲はですね、皆さんすごいですよ。なんとですね、もうこれ以上、もうシンプルにしようがないというような感じの、まあまあ、伴奏なんですね。入門コード4つを最初から最後までずっと同じコード進行で、いわゆるループですね、ループさせてる中で、歌でこう表現していく、盛り上げたりとかしていくというね、もう本当ね、なんかセンスのもうまさに塊というような感じなんですけど、もうバウンディさん、もともとそういうシンプルの中の美学みたいなすごいんでね、この曲もそれがもうかなり際立っております。ということで、ウクレレ初心者さんにも嬉しい入門コード4つでこれ組みていきますよ。いつものように2バージョンでやっていきましょう。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン。この4つのコードをぐるぐる回しながら、歌をねちょっと確認しながら、やっと、これはね初心者の方でもねできると思います。ただし歌はですね、聞き込みが必要だと思いますけどね。はい、で後半はかっこいいバージョンです。ここはですね、やっぱちょっとリズムを生み出したいなと思って、あのビート感をちょっとより強調させるような弾き方でやってみようと思います。かっこいいバージョン、2バージョン、最後まで、ぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど、もう無理無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う、弾き語りができるというレッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラム、めちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで、本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここに貼ります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。バウンディの踊り子、ガズレレ式超シンプル簡単バージョン、やってみます。 1, 2, 1, 2, 3, 4。
のバウンディの踊り子ガズレレ流簡単バージョンやってみました。本当にびっくりしたでしょ。このコード進行が最初から最後までずっとこう回ってるだけなんです。コロナ禍であんな風にドラマティックに展開させていくという、ね、ここのね、まあ素晴らしいこと味わってください皆さん。そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これねガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでございます。で主にどこをショートカットバージョンにさせていただいているかというと、2番のパートみたいなところね、カットしているんですけど、これさっきも言ってたんですけど、これもあのフルコーラスやったとしてもずっとこのコード進行を回していくで歌詞が変わっていくだけなんで、ガズレレバージョンでまず練習していただいて、ちょっと慣れてきてね弾けるようになってきたら、あの自分でこのコードを書き加えてですね、歌詞どんどん書き加えてフルコーラスにもぜひともチャレンジしてみてください。はい、で今のね、ガズレレ動画の中に歌詞とコードが出てますからね、まずはね1個目のゴール設定としては動画に合わせて練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定はガズさんと動画のガズさんと一緒に演奏できたらね、もうすごいと思いますよ。これとはいえ歌がですね、やっぱりちょっと変化がすごいあるんでね、同じコード進行だけど歌にねパターンが 3個ぐらいのパターンがあって、歌のリズムとか言葉遣いも かなりね細かく変わってますからね、聞いてねしっかり覚えるのが必要になりますけどね。はい、でもし一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、自分一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんだけど、最初から歌詞とコードね、コードは今日全部覚えられると思いますよ。歌詞を暗記するっていうのはこれなかなか難しいと思いますけどね、まずはですね、楽譜的なものを見て何回も練習して自分の中にも落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大空に向かってこの曲歌っていくとかがいいと思いますが、楽譜はじゃあどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズがこう書いてるノートにね書いたものを見て演奏していったんですよ。はい、こんな風に書きました。はい、バウンディさんの踊り子コード4つ。はい、これ後でねカメラにこんな風に大きく映してみんなもこんな風に書いたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービスこれが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた踊り子を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のデータの中から、皆さんがこの曲いいなやってみたいなという曲を毎月5曲お選びいただいて、即座にお手元にダウンロードしていただいて練習が開始できる。この楽譜もちろん全部 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上がってます。このガズレレ大学は今ねパソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける。毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやっています。毎週2回のライブ配信で質問し放題。ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとねこれは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。踊り子バウンディコード4つ。嬉しいですね。はい、ちょっとこれ見てもらえますか。はい、これですよ。さっき言ったです。これね、もうなんていうのかな、これ今イントロでこのコード進行なんですけど、見てもらったら分かるけど、もう全部これですから、何も変わらないの。これがもうほんと奇跡みたいなもんで、だから今日はコードの解説はもうあっという間ですよ。ただしやっぱり歌はちょっとね、言葉のメロディーとタイミング、すっごい絶妙な言葉のねタイミングとメロディー、まあこれはね結構歌は大体力量がいるというか、聞き込んで覚えるの頑張ってください。はい、そういうことでね、歌の参考になるのも結構このガズのノートは特徴がありますね。で、時間ある方はこんな風に今写しておくので、一時停止して書き足してもらって、ガズクラブでこのノート楽譜ダウンロードしていただくのめちゃくちゃいいですよ。ここちょっと見てもらうと、ねえどうかにって書いてあるでしょ。ねえどっかの上にこのどの上にこうちょっと点があるじゃないですか。これでリズムがここに入ってる。このくるっと上に囲ってるやつは早口で言うってことですよ。ねえどっかに置いて
手でこのリズム E7 が始まるよみたいな、この上の点とこの伸ばすところとか、上にこうくるっと囲ってるとか、早く言うよみたいなのがメッセージがたっぷりなんですよ。でこの言葉伸ばすところとか、これ歌詞カードには出てこない表現なんで、これガズノートめちゃくちゃ便利なんで、はい、ぜひガズクラブでこのノートの楽譜でゲットも、いいと思います。時間ある方はこんな感じで書いていってください。まずじゃあ構成の確認をしながらいってきますね。イントロやってまず1番やります。でここサビなんですよ、これね。回り出したあのことっていうところね。はい、時間ある方はこう一時停止で書いてください。はい、 OK。 でトゥルルルトゥルルルですね。はい、そしてここが一応2番です。あ、2番っていうかね、そうね、2番やってましたね。2番ショートカットとか言いながらやってましたね、ここで。はい、これもですね、同じなんですけど、ちょっとここ見てもらうと、2番はここちょっとだけこの1行ね、リズムをちょっと変えていきたいと思います。はい、ちょっと演出ですね、かっこいいバージョンで解説していきます。コード進行は全く一緒。そしてここ見てください。これが終わったらここ見てください。一応3番みたいな感じでまたちょっと違う歌い回しのところが出てくるんですね。出てきてで止まったら今度ここ行ってくる。サビです。サビっていうのはここですよ。サビに行ってその後ここ見てもらうと分かるように、サビに行ったら星マークだから、このトゥルルル、これさっき飛んだ時ここトゥルルルってやったら、2回目のこのトゥルルが終わったら今度ラストのところです。ここもまたちょっとパターンが違うのが出てくるんですよ。ここ、時代に乗って僕たちはって、ここがね、ここ見てください。2回繰り返します。これがポイント。同じこと2回繰り返して、そうしたら最後星をやって、星っていうのはさっきも出てきたトゥルルルトゥルル、これをやって終わったというのがガズレレアレンジになっております。ちょっとご参考にしてやってみてください。はい、出てくるコードどんどんいきます。いい、見てください。 C と Am と F と E7。 嬉しい、これは嬉しい。これはもうね、説明不要の入門コードなんですよ、ガズレレでは。はい、今日はちょっと特別にさーっとやりますか。はい、まず C と Am と F はですね、 C はここよ、下1本ね、下の3番目。はい、 Am は上1本ですよ、4弦の2つめ。はい、指立ててくださいね。で F はね、この Am にここを足すだけです。これ寝てちゃダメですよ、指立ててください。これが F です。で問題の E7 なんですけど、 E7 と押さえるところね、こことここなんです。人差し指を4弦の1フレットに置いて、こういう角度がいいですね。こういう角度、これが E7。これはもう悶絶入門コードなんですよ、これ。まあ一応でも今日はですね、一応紹介していきましょう。このガズレレ必須コード紹介しておきましょう。これ入門コード10個のグループなんですけど、これ遅かれ早かれでこれ覚えてもらいたいっていつも言ってるんですけど、今日はさっとこれリンクだけシェアしておくんで、これからウクレレコードをどんどん覚えたい人は、このね10個どうしても覚えないと話にならないってところありますんで、お時間ある時に見てみてください。今日はでも4つでできるよということでございます。はい、まあ、演奏はできますね、今のシンプル簡単版。ずっと繰り返しですからね。ただ、じゃんじゃリズムキープ。4つ弾きとはいえ結構リズム早いから、そこら辺は注意してやってみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、やっぱもう何回も言うんですけど、この曲ってつまり歌をですね、やっぱしっかり、頭にこう、ね、このノリをですね、染み付けておかないとですね、そのかっこいいバージョンではちょっとね、リズムがかっこいい弾き方が登場するんで、そこでこうシンクロさせるためには歌がね、しっかりリズムにスコンスコンとね、当たってるのがいいと思う。まあ、聞き込んで雰囲気を掴んでください、しっかりね。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、コード進行全く一緒なんです。つまり弾き方と、ちょっとですね、前半部分、面白い演出をしていきたいと思います。まずね、ちょっと最初に今日出てくるリズムを2つ紹介させていただきます。これですね。8ビートのチャと疾走ビート。こちらでいこうと思います。で、この2つの弾き方の解説、ここにちょっとリンク貼っとくんですけど、このリンク先、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれにね、それぞれのこの2つの濃厚解説レッスン動画がそこのリンク先のところにアップロードされております。まずはじっくりそこ見てね、リズムの練習をちょっとしていただきたいんですけど、今日はですね、もうほとんどが8ビートのチャというリズムなんですけど、この疾走ビートの使うところがちょっとね、2な使い方をしていきたいと思います。ちょっとじゃあここからもいきなり濃厚解説に入っていくんですけど、まずイントロと1番のパートなんですけど、ここはですね、原曲聴いてもらったら分かるんですけど、ドラムとベースだけというね、アレンジ、これがね、かっこいいんですよ。これベースがかっこいい、ドライブ感満載。これをね、表現しようと思っておりますですね、なんと、ベース音をウクレレ、このちっちゃいウクレレのベースを再現したフレーズをやってみたいと思います。これ3弦だけしか使わないフレーズなんですよ。これがキーポイント。3弦だけで全部表現します。はい。ちょっと聞いててください、まずね。いきますよ。1、2、3、GO! かっこいいでしょ。これです。ベースっぽいですよ。で、これ、リズムは疾走ビートなんですよね。疾走ビートっていうのは、ちょっと C で弾いてみると、ドドダドドダドド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 
しいソービートです。これを3弦1本で弾いてるんでこんな感じになります。そうするとトトタストトタスってドラムっぽい感じで聞こえるでしょ。これはかっこいいですよ。ただしこれ見てもらったら分かるけど3弦1本しか弾いてないから、じゃあ弾いてない4弦と1弦と2弦どうしてんですかって言ったら、こう触って音止めてるんですよ左手で。1弦と4弦、1弦2弦4弦はこんな感じで触れてるの。それでそうするとは3弦しか出てないから、これやらないと全部鳴っちゃうわけだから、はい。なんで3弦だけを当たらずにこうやって、ほら1弦と2弦どうなってるかっていうと、こうやってカチャッとは言うよ、だけど音は出るの3弦だけみたいな状態にしておきます。つまりこれカッティングみたいな要素応用ですね。そして3弦の今出てるのはフレットの数です。00000、次4ですよ。4の時も4フレットだけギュッと、3弦の4フレットだけしっかり押さえて、あとはど他の弦を何かの指で触れて止めておくですよ。次は9フレット、ここがちょっと難しい。9フレット、次5フレット、はい、こんな風に覚えてください。0495です、はい。0000444444499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 
よな、心がこんな風です。これはですね、ぜひ皆さん、余裕出てきたら挑戦してみてください。普通の8ビートのチャートでもすごいかっこいいと思うんですけど、はい。ブンブンダッと疾走ビートで3弦1個だけ。で、3弦1個だけ弾くってことは弾かない弦の音を止めるっていうのが難しくなるから、1弦と2弦と4弦は、この使わない指でこう当てて、音を止めておいてください。1弦と2弦と4弦はこういう音が出てます。こういうこと。そうすると、3弦のね、ところだけがこう際立ってくるという、こういうね、面白いこのアレンジをちょっと施してみました。これが疾走ビートですね。はい。で、メインのところは8ビートのチャですね。回り出した、これはもうドライブ感満載のかっこいいやつですね。淡々とかっこよく勢いがある感じがいいと思います。そしてちょっと演出なんですけど、1回目のサビが終わって、トゥルルル、トゥルルルって終わった後に、2番の A メロが始まるんですけど、2番 の最初、私、あなたに会ったのっていうところは、ベース音じゃなくてコードだけで疾走ビートで、ちょっと抑揚つけたいなと思います。そうするとどうなるかというと、トゥルルルの後半からやってみましょうか。トゥルルル。リズムがこのチャが入ったり入んなかったりすることでドライブ感がまたこうね抑揚が出てね、さらにこうね盛り上がるような雰囲気になるかなと思って、ちょっとここアレンジしてみました。これ疾走ビートですね。だから今日出てくるリズムは8ビートと疾走ビートをうまく使い分けて、なおさら 前半部分のイントロと1番の A メロはベースラインで表現、これでねドライブ感をねちょっと表現してみようと思います。ちょっとやってみてください。そしてこの曲なんですけど、やっぱりこの歌詞の内容っていうか、すごくこう、なんというか深いですよね。そのね、プロモーションビデオのイメージとか、ライブのね、映像も YouTube に上がってたんですけど、ちょっとやっぱね、ふんわりしたムードの、世界観をですね、やっぱ頭に描きながらやる。感情表現がやっぱ音楽大事ですからね。そういうのもね、意識して、この音楽、こうリズムに身を委ねて、たった4つのコードで、この宇宙を表現できるわけですから、そういうね、楽しさも味わいながら歌っていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。バウンディの踊り子、ガズレレ流かっこいいバージョン。ベースラインがポイントになります。やってみる。 1, 2, 3, 4.
せーの、バウンディの踊り子ガズレレ式かっこいいバージョンやってみました。やっぱりあの最初の始まりのところがなんともこういいですよね。あの感じはちょっとねなんかテンション上がります、ね、ぜひちょっと余裕が出てきたらやってみてください。最初難しいから、最初普通の8ビートのチャでも全然これね曲としてはすごくかっこいいと思うんですけどね。まあその段階をねこう自分なりにこう経てですね、やってみてください。知らせです、このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がねいろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンで両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。